まただ。誰もいない。ああ、本当につまんない。なんでコソコソしてるんだろう。駅で誰かと会うのかな。誰だろう。
スに出られる。やったー、手紙送るから待ってて。ちゃんと私に返事送ってよ。早く準備して、クマさんはピエロの役。
が涼しいよ。小さな子猫たちはご飯食べるときどんなものだって残さず食べる。つぶさんのママは子供に言うの、きれいにしてればお腹もすくと。子供が歯磨き手洗いすれば、ひさまが
しい時はちゃんと綺麗になんてできないけれど、子供はみんな気づけたわけ、頑張って毎日綺麗にするの。みんなが歯磨き手洗いすれば
注射の時間ですよ。ガチューシャ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 の時間ですよ。じっとしてお薬だよ。
邪魔するんだから。わあ、そんなにおしゃれな格好しちゃってどうしたの、うさぎさん。ねえ、何の用？早く言ってみ。
しいっていうの？でもこれ見て、絵の具がなきゃ描けない。うわ、すごくいい考えだね。うさぎさんってとっても不思議。ここの絵の具好きなだけ持ってっていいよ。でもそれには一つお願いがあるの。Thank you.
るよ。あれだ。クマさん、誰だかわかる？クマさんに見えない？次はどんなにすごい絵を描こうかな。
これ誰の足跡？あ、ウサギさん、私わかった。ウサギ。それじゃあこっちは誰の足跡？え、ワニさん？どこに隠れてるんだろう。よし、
あたしが探してあげる。ああ 1,2,3,4,5,6 さあアニメを探しましょう。このマイクを押して